話を、まあ、そこまでちっちゃかったので詳しくは聞いてなかったんですけど、なんかこう来ることで、その、まあ、自己満足かもしれないんですけど、忘れてないよっていうのとか、まあ、私らもそれ相応の年になりましたんでね、だからまああと先は短いしいうようなことで、まあ平和な世界であれば一番ただおじいちゃんです。その原爆での尊い命を失われ、ね、そのことを思えばやはりこれを私が生きている以上は、ね、平和を願うためには、ね、やはり生きている人がそれを知り勉強し、また私たち、私の孫たちにも教えていける。